富士屋、ミルキー、チトセアメ、赤、白です。白は普通のミルクキャンディーみたいな色ですが、こちらの赤い方のチトセアメ、富士屋、ミルキーは、少し白っぽいような赤で、ピンク色っぽいような色をしています。とても二つとも美味しいです。そして、こちらは、じゃがりこ焼きチーズ味で、期間限定と書いてありました。ちなみに、カルビじゃがりこは、 いろんなコラボ商品が出ていていろんな味が出ているんですが今回はこれを買いましたパッケージも美味しそうなチーズの絵になっていますそしてこちらが66番だった蛍光色黄色のスーパーボールです発掘恐竜チョコパキッと化石を発掘というチョコレートでしてこのようになっている写真からこのように周りの土の ここを外して恐竜の部分のこの白い部分を取って食べる遊べるえチョコレートのお菓子となっています見た目はホ骨ホザウルスの感じと似ています骨骨ザウルスというのはカバヤの祝願の光る恐竜のおもちゃとなりますこれで紹介を終わりますありがとうございました今回は一つに全部動画をまとめました